今私はどこかにいるというと、イタリアに着いてるんですけど、ちょっとさ、マジ疲れたことあって、ちょっともう顔今やばいしさ、眉毛妹だしさ、相当超疲れたことがあって、スリに愛想こねたのと、シャブ中にね、いきなり出くわしました。疲れたんだよマジで。でもこんな格好で、こんな状態で、こんなやる気のなく YouTube を撮るのは初なんですけど、ポリにああいう損ねたっていうのが、まあこれはね、もう完全に私がいけないんだけど、ヒッチハイクを乗ったんだよ、初めて。私ずっと旅で、もうヒッチハイクもう絶対乗るなって旦那にもずっと言ってたし、絶対にヒッチハイク乗ったら終わりだからねって。もうね、普通の感情の時はね、言ってたのよ、ずっと。ただ、これにはね、ちょっと言わせてほしいんだけど、乗った経緯があって、イタリアからね、新幹線っぽいのに乗って、超ど田舎にで降りるのね。で、 Google マップでやると、そのど田舎の駅で降りて、でその駅で降りて超田舎なのね。で、バスに乗ってもその道に行かないの、通り過ぎちゃったりして、ずっと同じ場所を行き来してたのね。で、さすがにもうこれ無理だと思ったから、 Google マップを頼らず、27キロの重みと8キロのリュックを持って、まあね、この峠を歩いてたわけですよ。次のバスが来るのが30分後だったのね。だからずっとこう座ってたの。そしたら、まあ何回かね、こう待って乗ってくって言われた人はいたんだけど、まあ全スルーしてたんだけど、一人だけ、3人組だったの、それは。で、眉毛濃すぎない？これさ、色がさ、合ってないわけよ、今回。どこまで話したっけ？疲れた、マジで。これなんかマジ笑い話になるけど、実際これ当事者女の子一人だったらマジでみんな怖いと思うよ。で、3人組はね、男2人と、まあ、女性1人だったので、まあ、乗ってくみたいな感じで言われたから断ったので、ローで行って、まあ、5メートルぐらいで止まったので、大丈夫かなみたいな感じでこう何回も見てくれてたのね。で、女の人だったから、その人がいきなり降りて、あなたどこ行くのみたいな、大丈夫っていう感じで言ったから、まあね、私もね、そこがね、私が行けなかったんだけど乗ったんだよ。もう女性だったし、何度も見てくれてたからさ、まあもう人生初めて初体験乗ってみたわけよ。そしたら、最初はこう地図見せて、ここだよみたいな感じで言ってたんだけど、途中ね、レフト、左に曲がらないといけない時に曲がんなかったので、そしたら、マネーちょうだいって言われたの。あ、これやばいやつだなと思って、ガスが足りないからマネーちょうだいって、マネーマネーって言ってきて、で、まあお金ね、150ユーロも下ろしてたけど、いや私持ってないよって言ったの。そしたら、下ろしてくんなくて、右曲がったので、右曲がり始めて、あ、これマジでやばいやつだと思って、なんか多分あの時の顔マジで私やばかったと思うんだけど、いよいよだなと思って、私このされて終わるんだな、やっぱりダメだなってね、やっぱりこれ乗らなきゃよかったっていうのも考えられないぐらい、もう結構恐怖体験だったんだけど、で、車がこう走ってる最中にドア開けたので、ドア開けて、もうここから飛び降りようかなと思ったぐらいで、何言ったか分かんないけど、もうとりあえず叫んだんだよね。そしたら止まってくれて、で、私がさ、出た瞬間にさ、ビューって走られたらもう終わりじゃん。で、もうとりあえず、車掴んどいて、で、トランク開けるっつって、トランク開けたら女の人が降りてきたの、一緒に。で、トランクじゃあ一緒に降ろすかみたいな感じになった時に、私のバッグの中に手をバッて入れる瞬間に、私が手をパーンって叩いたの。もう完全に財布を狙ってきてたっていうか、で、私財布はね、常にこれに必ず入れてるのね。もうこうやって胸にある状態で入れてるんだけど、マジでバッグの中に手をこう入れようとして、私ね、びっくりするぐらい運動神経がいいっていうか、もう反射神経がいいから、パンって手やって、もうなんか、なーって言ったの。そしたらさ、途中これ忘れて、この IKEA の、まあこれ別に、なんか何も入ってないっちゃ入ってないって、これぐらいかな、これぐらい入ってたんだけど、やばいと思って、もうそれもバッて取って、で、いやマジで危なかった。これね、時間を置いたらこのなんかリアルさっていうのが伝えられないと思ったから、今ちょっと伝えてるんだけど、こんな格好でこんな場所で、もう本当は休みたいのに。いや、これね、女性ね、絶対に乗っちゃダメ。まあ男性もそうだし、私が1個でもその0コンマ1秒いろんな判断を間違えてたら、まあ、殺されはしないとは思うけど、まあ、殺されてたかもしれないよね、わかんないじゃん。で、その0コンマ1秒で手をはたくとか、そんないろいろなそのプロセスがちゃんとできてなかったら、もう私のお金はない状態だったかもしれないんだけど、なんかその状態だけを
見るとすごくなんか卑劣な行為だなと思うけど、なんかさ、なんか思ったのが、彼らのそのそういう風にしてしまう生活、それをしないといけないくなってしまったその理由があるわけじゃないですか。なんかそれをねすごく知りたくなったっていうか、別にその取った行為に対して怒りとかは全くなくて、まあびっくりしたし怖かったけど、彼らはなぜそれをしないといけないんだろうなっていうね視点になったっていうのと、イタリアマジで治安悪いなと思ったけど、なんか改めて、いやイタリア面白いなとも思った。なんか日本だとこういうのが経験できないし、なんかうわ観光客だからって舐めやがってと思ったんだけど、イタリアね面白いね。しかもその話がで、何回もこのバスをね行ったり来たりしてる時の1回目に降りたの、1回目で降りたところでパッて降りたら目の前にもう包帯すごくて、でここもうの打った後でもうおかしい、必ずおかしくて、必ずおかしくてって言葉がおかしいんだけど、もうここがすごくて、でもうあのシャツにもう血がすごくて、でもうバッグの中に注射器みたいなのがいっぱいあって、もうろれつもなんかこういうなんかもうやばい感じの あのおじいさんだったんだけど、イタリアの洗礼やえぐいわと思って、バスわかんないで Google マップがさちゃんと起動しないなんて今までの国ないわけよ。 Google マップ先生は本当にめちゃめちゃすごくて、もう Google マップあれば世界中旅できるんじゃないかなって思ってた私が本当に安易だったっていうか、もう本当にそれで降りた瞬間にあるでしょ、はあ、しゃぶ中生で初めて見たもん。実は15年前に家族であのイタリア行ったことがあるんだけど、その時もお母さんがねあのローマの地下鉄でこういうショルダーバッグを盗まれそうになって、あの私のねお姉ちゃんがバッて止めたんだけど、もうそのぐらい本当にやっぱり若い子とかお金とかをね本当に盗んでくるので、やめようよ釣り、なんか稼ぎ方あると思うんだけど、なんかって思っちゃうんだけど、まあ、それをさえそれしかできないその脳内っていうか、それをもう多分悪いと思ってないっていう、それが悪いとは思ってないと思うんですよね彼らは。なので、まあ、本当にね難しい問題だとは思うんですけれども、まあ、彼らだけのね責任ではないと思うんですけども、もうさ人を不幸にしてさお金取るのは良くないって、マジでダメよ。特に旅行客相手にさ、しかもさこんなさちっちゃい女の子をさ獲物にしたら絶対にダメよマジで。なのでね本当に皆さんね、これはちょっと警告ということで今回あの皆さんにちょっとシェアをしたくて、簡単にねあのトルコのお部屋ねちょっと紹介し忘れちゃったんですけど、トルコのお部屋もめっちゃすごいめっちゃ良かったんだけど、今回のねお部屋 もうすごくいいから、ちょっとこれ紹介していきますね皆さんに。これがねベッドルーム、ほらマジでもう今帰ってきた感、靴下置きっぱだし、ごめんなさいね。なんか泊まる部屋とかみんな見たいのかな、なんかコメントしてください。見たくないんだったらやらないんで。これシャワールーム、こっちがねキッチンです。だからねもうオーブンとかもあるので使い放題、こんな感じ。電子レンジもあるから最高だね、広いでしょ、こんな感じで。でここが中庭です。中庭最高じゃない、外に干せるし。はい、ここでね朝ねあのゆっくりねコーヒーとかも飲みたいと思います。今イタリアはね8時なんですけどめっちゃ明るいです。はい、ということでもうこんな格好で本当にねもう申し訳ないんだけどマジで今日は疲れた一日でした。いや私のことだからさ笑っちゃうんだけどさ、これみんなね本当に自分がなったっていうのを想像してみてください。めっちゃ怖いよあの状態は。いやー舐めてんなイタリアと思ったけど、生きれたっていうのがね良かったっていうのと、もともとね私は本当にヒッチハイク絶対反対派だったので、もう私ね絶対に乗らないってことに決めましたので、皆さんもあの気をつけてください。これかなりちょっとためになった動画だなと思いますので、ぜひぜひ皆さん気をつけて旅行を一人旅女性の場合はしてください。この動画が参考になったなと思った方ね、ほぼ全員多分参考になったなと思ったと思いますので、これに関して皆さんも本当に絶対にいいねを押していただいて、チャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をしていただけるとありがたいですって言えるぐらいの謙虚な話じゃなくて、こういった体験談は本当に重要だと思いますので、ぜひチャンネル登録をしよう。
ということで、また次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。